日本広島県東広島市最上町寺家。最上町寺家は、広島県東広島市の町名。住居表示は、未実市。旧最上町の西部に位置する。東側は、最上町吉行と最上町最上。西側は、八本松町松原に隣接する。黒瀬川が北から南下し、途中から東に向かって流れる。北東側に、龍王山がある。 竜王山陸を古代山陽道が通っていたと推定されており、木綿駅が時期にあったとする見解がある。時期の由来としては、鎌倉栄福寺書園の預かり所という説がある。県武三年の桃井義盛から熊谷正史教に預ける対象として、下し文に最上高内時期文字当職とある。室町時代から江戸時代にかけては時期村で、 1889年の町村政志向の際に、鴨文治、西村の大技となった。江戸時代には、西国街道が村内を東西に貫通し、一律家が村内の時ともにあった。寺西村は1939年に合併で、最上町となるが、1950年に再び、最上町から分立して寺西村が、復活、1959年に、 再度の合併で、最上町に復帰するという経過をたどった。1974年に、東広島市が発足するとともに、最上町寺家となる。この間、最上町となった1939年には、昭異軍人広島療養所が設置された。2016年10月31日に、東広島寺家産業団地地区に住居表示を実施し、 時計産業団地に町名が変更された。2017年3月4日に町内の山陽本線に時計駅が開業した。2018年1月9日に時計駅周辺に住居表示を実施し、時計駅前に町名が変更された。2020年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町内を西日本旅客鉄道山陽本線が 東西に貫通するが、駅はない。ただし、時計駅は2017年3月4日の開業から2018年1月8日までは、最長長寺家に所在した。最長バイパス沿いに、道の駅が設置される予定である。AB、2020年度大技別人口及び、年齢別人口等。東広島市。2020年10月18日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2020年6月21日閲覧。住居表示短区域一覧東広島市。ABCDEFGH。角川日本地名大辞典編纂委員会 1987. ピアニッシモ。401-402。ABC 平凡社地方資料センター 1982.P539. 竜王山の山頂自体は。 最長長寺家の外にある。ABC 平凡社地方資料センター 1982P540 東広島寺家産業団地地区の住居表示の実施について東広島市平成29年春のダイヤ改正について西日本旅客鉄道広島支社寺家地区と地区各整理事業地区の住所の表し方が変わります東広島市。 ABCD 東広島市立小中学校の通学区域東広島市、角川日本地名大事典編纂委員会 1987P998、長福寺東広島市施設案内から、憩いの森公園最上道の駅計画に、新店2022年開業を目指し名称公募も、広島ニュース食べた、いいんじゃ。ありがとうございます。